四つん這いになり、足の親指をお互いにつけて、膝を心地いい幅開き、お尻をかかとの方へ下ろして、チャイルドポーズ。指先をマットの前の方へ歩かせ、肘は地面の方へ、そして頭の上で両方の手のひらをつけて、肘をもう少し前の方へ歩かせて、心地よく鼻から息を吸って、そして鼻から吐いて、吐く息ごとに胸が大地の方へ近づいて、緩くなっていくのを感じていきましょう。そしてもう一度四つん這いへ戻っていき、手のひらは肩の真下、膝はお尻の真下へ持っていきます。お尻を突き上げたまま手を前へ歩かせていきましょう。おでこは地面につけばつけて、つかなければブロックやボルスター、ブランケットなどをおでこの真下に置いてサポートを使っていきましょう。左腕は伸ばしたまま、右肘を曲げて、頭を右の前腕部分へ休ませていきます。腕の経絡を刺激していきましょう。おへそを軽く引き締めて、背骨を心地よく伸ばしていきます。吸う息で軽く上半身持ち上げ、腕を入れ替えて、今度は左の肘を曲げて、頭を左の前腕へ休ませて、ではマットの前へ、ハートが大地へ溶けていくようなイメージで、ゆったりと呼吸を優しく繰り返していきます。背骨を反らした後は、お尻をかかとの上へ下ろし、チャイルドポーズで、心地よく背骨、背中全体を丸めていきましょう。次に体の両脇を伸ばしていきます。左のつま先をマットの脇へ、右の足をマットの後ろ側へ伸ばして、体重を左の腕へ乗せて、右の手を大きく空の方へ伸ばして、その伸ばした腕を持っていける人は耳の真横へ運んでいきましょう。深く息を吸って、ゆっくりと四つん這いに戻っていきます。そして逆側を行っていきましょう。今度は右の足のつま先をマットの脇へ、左の足の裏をマットの後ろ側へ伸ばして、体重を右の手のひらに乗せたら、左の指先を大きく空の方へ伸ばし、持っていける人は耳の真横へ伸ばしていきましょう。心地よく肩をぐるっと一回転して、そして吸う息でもう一度四つん這いに戻り、腕を前の方へ伸ばして、お尻をかかとの方へ下ろし、前伸ばした手を足の真横へゆっくりと運んでいき、腕の力、そして肩の力みを吐く息ごとに解放してあげましょう。もしお尻の足のかかとへつかなければ、手の方へ額を休ませるか、もしくはクッションなどを額の下に持っていき、首のサポートを作ってあげましょう。吐く息ごとに地球の重力に身を預けていきましょう。次の吸う呼吸で手の力、もしくはおへそに軽く力を入れて、尾骨の方から一対一背骨を積み上げ、最後に頭にてっぺんを乗せていきます。